はい、こんにちは。てっちゃんはジャーナリスト。いつもご視聴ありがとうございます。宮城の部屋にね、伯桜鵬っていうね、もともと落合哲也さん。まあ、二十歳かな。でね、非常にね、将来を嘱望されていて、で、まあ、将来のね、まあ、横綱なるんじゃないかとかね、前評判が非常に高いね、お相撲さんですね。で、この方はね、鳥取県の出身なので、まあ、鳥取城北高校に進学しても、なんら不思議でもないんです。で、やっぱりね、鳥取城北高校で、輝かしい、成績を残しました。で、この大阪場所はね、まあね、ちょっと、初日2日のね、こう手がうまくついてないんじゃないかっていうことでね、まあ注意をね、受けました。で、この注意はね、将来やっぱり大物になるために、まあ必要なね、まあ注意だと思います。これ嫌がらせでも何でもなくてね、将来嘱望されてるだけにね、今のうちにきちっとした教育をしなければいけないというし、審判部の判断だったと思います。で、今日はね、なんていうんですかね、まあ、これ、伯桜鵬は日本人ですよ、日本人、落合哲也さん、僕と一緒、同じ名前。でね、今日言いたかったのはね、これ、昔から言われてることなんですけど、有望な弟子を、自分の部屋に入れるためにはね、非常に大きなお金が動いてると言われています。特に将来大関横綱を視野に入れれる人間っていうのはね、これね、半端ない、なんていうかな、お金が動いてるとも言われていてね、中にはね、まあ本当か嘘か分かりませんけどね、過去にはね、1億円要求された人もいると。まあ、払ってませんけどね、1億円要求された、あるいは5000万要求された、1000万要求されたって、ざらにあるんですよ。でね、300万、500万も当たり前、1000万、2000万もある意味当たり前。で、そう考えるとね、僕ね、白鵬はね、モンゴル帝国を作るためにね、モンゴルから家族ごと連れてくる。で、モンゴルの物価から考えるとね、全然ね、日本で仕事も紹介して、で、子供は将来相撲部屋に入れてっていうのを考えるとね、大したね、有望な弟子を自分の部屋に入れるときに使う大金から比べるとね、なんていうんですかね、大した負担ではないような気がするんですよ。何千万とか1億とかって話。で、僕ね、ちょっと気になったのは、その伯桜鵬は、まあ確かに、まあそのままね、鳥取城北高校経由で宮城の部屋に入りましたけど、これ皆さんに質問なんですけどね、伯桜鵬を宮城の部屋に入れるために、お金が動いてたと思いますか？もちろん、東北城高校の校長兼、相撲部の総監督は、石浦、今の間垣親方の実のお父さん。で、ここと伯桜鵬との癒着とかね、まあ、それを、まあ、引退した北青鵬はかなり握っていたんじゃないかとも言われてるんですけど、これもね、分かんないです。分かんないけども、もう過去のね、親方経験者とかね、引退した人、高取さんも含めてね、弟子を入れるためにね、相当のお金が動いてるっていうことは、もうこれ明らかになってます。ところがね、もう最初からね、もう実績を引っ提げてね、特に日本人でね、将来を嘱望されて若い、強いってなった時にね、一体ね、どれぐらいのお金が動いてるのかな。で、仮にね、まあ実際にどうかわかりません。僕は、まあ本人の意思はどうなるのかっていうのはあるんでしょうけど、
本人ね、高校生で17とか18歳でしょ。それは、相撲部の監督であるとかね、あるいは親とかの説得で、どこの部屋でもね、まあ要は10代子供ですよ、もうなんだかんだ言いながら。そうするとね、まあそういう人たちが勧める部屋にやっぱり自然と行くっていうのが流れじゃないでしょうか。そうするとどこをこう推薦してくれるかによって変わるわけですよ。で、じゃあどこを推薦するか、お金なんですね。で、僕はね、その落合、今の伯桜鵬ね、この人のドキュメント番組って結構ありました。ドキュメント番組ってね、結構いろんなところでテレビで放送されてたんです。僕だから見てたんですね、当時伯桜鵬になる前にね。で、その時にこれだけね、前評判がすごくてね、将来を嘱望されて、イメージもいいでしょ、そのテレビで出てね、有名になった人間を入れるっていう。でね、これ絶対宮城野部屋入るなっていう気はね、僕は正直してました。で、それはね、単純にその学校の校長先生とか、相撲部の総監督の石浦さんに入るだけじゃなくてね、もちろんその野球で言うとね、契約金があるでしょ。うちに来てくれるために契約金なんぼ、年俸なんぼですよって。ところが相撲の場合は、十両以上じゃないとお金が、もらえませんよね。給料がありません。で、そうすると、どこの部屋に入るかって言った時に、例えば、野菜売り場の競りの状態みたいでね、うちは300万ですよ、うちは1000万ですよ、うちは2000万ですよって言ったらね、それはね、将来横綱、横綱だったらお金は入ってくるにしてもね、それまでのね、お金が入ってこないようなことを考えた時に、やっぱりね、入る時のプロ野球でいうと契約金のようなもので、これがね、大きい小さいでね、かなり変わってくる。じゃあどういったところがお金出してくれるか、お金持ってないとダメでしょ。でね、やっぱり一番の角界でお金持ちは、白鵬って言われてて、でおまけに白鵬についてる後援会もお金持ちと言われてる、ね、谷町ね。そうするとね、お金には困らないんです。で、将来の自分の夢を達成するための投資と思えば何のね、あれもないです。もうお金払ってね、優秀なやつがバンバン入ってくれるんだったらね、部屋は栄える、こう何、いいことばっかりがこう重なっていくみたいなね、まあ将来に夢も含めてね。だ僕はね、伯桜鵬に一体いくらぐらいのお金がかかってるか、まあ、結局ね、宮城野部屋を一旦閉鎖してね、力士たちを別のところに預けるとなると、そのお金はね、ある意味無駄になるかもしれない。それはでも自業自得ですよ。もうそれが自業自得。ただ、相当のお金がね、動いてるのはね、多分相撲関係者だったら分かってると思いますよ。だって、教えなくてもある程度強いんですもん、もう。もう実績があるし、あとは普通の稽古で怪我さえさせなければ、もう十分、金のなる木になってくれる。金の、まあ単純にね、金のなる木になるっていうのはね、その人が稼いでくれるだけじゃなくて、その人が人気が出てくると、その人気にあやかって他の人も入りたがるとかね、相乗効果があると思うんですね。だから、そういうのもひっくるめて、で別にね、当初ね、まあ、こんだけ契約金払ったから赤字って言ったってね、そんな白鵬は赤字なんて思ってないですよ。白鵬は最終的な野望のために使うお金なんていうのはね、別にね、全く気にしてないと思いますね。